福満久子は日本のバドミントン選手、ヨネックス所属、バドミントン日本代表ナショナル A チームに選出されている。小学校3年の時、山陽ジュニア大東スクールで練習を始める。2005年、松陰東中学校2年の時、全国中学校大会で団体3位。吉村優子とのダブルスでも3位。2006年、中学3年の時、 全国中学校大会で団体3位。シングルスで準優勝。2008年、松陰東高校2年の時、全日本ジュニア選手権のシングルスで準優勝。2009年、高校2年の時、高校選抜大会のシングルスで3位。高校3年の時、大阪インターナショナルチャレンジのダブルスで、高岡西高校の高橋さやかとペアを組み3位。インターハイで、 シングルス3位。坂口千佳とのダブルスでも3位。2011年から伴うクルミットペアを組むようになる。2015年、世界選手権で3位入賞。2016年、オリンピック選考最終大会のアジア選手権で優勝すれば、リオデジャネイロオリンピック出場が決定するところだったが、決勝で高橋玲香、松友美咲に敗れて、準優勝に終わり。 惜しくも出場を逃した。この大会の準決勝では、インドネシアペアと過去最長の2時間41分を戦い、それに対して、アジア連盟から特別賞が贈られた。2017年に、パートナーの友直と共に、ヨネックスへ移籍。ありがとうございます。